てる友達を助けるのは当たり前。ルフィはさっきそう言ってたわ。じゃあ私がみんなのためにできることは。おい、何ブツブツ言ってんだ。なんでもないわ。早く家に戻りましょう。ありがとう。ウサウサウサ。エイさん。ありがとう。ウサウサウサ。わかったわ。ウサウサ。ありがとう。ウサウサ。おう、戻ったか。お前、次の移行の目処はついてるぜ。どうする？大丈夫だ。仲間も一人戻ってきたからな。どうってことね。そうか。じゃあ、早速と言いたいんだが。どうした？何か問題があるのか？先日の嵐で橋が落ちちまってな。かけ直すから少しばかり待ってくれ。あ
足なら俺に任せな。あっという間にスーパーな橋を架けてやるぜ。そりゃ助かる。じゃあ材料渡すから橋は頼んだぜ。あお、任せときな。足なら任せとけ。スーパーなやつをかけてやるぜ。よし、飯だ飯。任せてちょうだい。お、腕が鳴るな。さあ食え。さあ食え。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。もうできちまったのか。これだな。
行くぞ。へえ、こんなとこにも穴があるのか。危うく見逃すとこだったぞ。何かあるのね。さて、アディオ、この遺構って…俺が調べたところじゃ、氷塊の遺構って名前だ。氷塊？氷なんてどこにも見当たらねえが。ははは、確かにな。俺も中を探索するのは初めてだから、驚いてるところさ。それにしてもすげえ滝だな。あれは何なんだ。結界かしら。滝の裏側に何かあるのかもしれないわね。それなら切って確かめるか。行くぞお前ら。切るってあの滝をか。そいつは楽しみだ。108ポンド砲。ゾロの斬撃が飲み込まれちまった。何か特殊な水のようね。巨像に関係あるのかしら。何これ、冗談でしょ。アディオ、お前の能力で何とかなんねえか。さすがにこれは無理だ。まあ、滝の裏に何があるのかはわからないけど、とりあえず他の場所を探索してみましょうか。よし、探検だ。メリーには指一本触れさせぬ。ロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。ディアブルジャンブ、トルミエールアッシュ。よし、みんな準備できてるな。セカンド、ゴムゴムのジェットガトリング。俺の方はいつでもいいぞ。私たちは進まなくちゃいけない。フルパワーで行くぞ。そこを動くなよ、フランキーファイアーボール。行くぜ。ハッ、テンペスタ。ぶった切っちゃうね。
行く。おら、覚悟し、俺に任せてけ。おら、クソジジイの蹴り。はっ、よっと。こっちにはなんかありそうだな。なんだか急に寒くなったわね。見ろ、滝がなくなってやがる。どういうことだ。そこら中につららが垂れてるわね。道理で寒いと思ったわ。これってさっきの装置が関係してんのかな。おそらくな。それでどうする。厄介な滝はなくなったようだが。じゃあ先に進むぞ。それにしても、あの滝はどうなったんだ。あの装置を動かした後に気温が急激に下がったから、多分それが関係しているとは思うけど。その謎を解くにはこの上に行ってみるしかなさそうね。何が待ってんのか楽しみだ。
とにもう、この島の生き物ってどこにでもいるわよね。サクッと終わらせてやる。ゴムゴムのガソリンだ。俺の方はいつでもいいぞ。やっと俺の出番か。パーティーテーブルキックコー、行くぞ。フランキーファイアーボール。覚悟しろ。行くぞ。三刀流を三千世界。行くぜ。お力が戻ってきた。おい、こっちで会ってんのか。よっ俺たちに聞かれてもその問いには誰も答えられねえぜ。すげえ、地面が全部氷だ。どうやらこの場所が、あの滝の水源ね。ここの遺構は、状態変換を研究していたみたい。水を液体から固体に、瞬時に変える技術。瞬時に？このとんでもねえ量の水を一瞬で凍らせたっていうのかよ。これが遥か昔の技術だって言うんだから、ワッフルドには驚かされるばかりね。どんどん進むぞ。お、あそこの扉、中に入れそうだ。ああ、中にはこの遺構の巨像がいるはずだ。やってきやがる。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。よし、みんな準備できてるな。ゴムゴムのガッド。俺の方はいつでもいいぞ。これで終わりだ。その程度だ。ホッテンペスタ。マジで凍ってるけど、急に割れたりしねえよな。
っちだ。向こうに宝箱もあるし、我慢よ我慢。
コックに逆らうとどうなるか教えてやる。ディアブルジャンブフランバージュシャット。効かねえな。よし行くぞ。お前ら行くぞ。サードゴムゴムのギガントピストル。いつでもいいぞ。危機急騰流アシュラ一部。俺の番だな。大丈夫、これでみんな直せる。助かった。ちょっ、最初のフロアに赤い扉が2つあったが、どっちかが巨像のところへ行くための正規ルートかもな。好きな扉を選びな。俺はどこでもついていくぜ。ためには仕方ないけど、氷下に行けばいいんだよな。ルフィ、油断すんなよ。何が潜んでるかわからねえ。よく見りゃ天井にツララがあるぜ。蹴りを食らいたいのはドイツだ。
ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。その程度か。俺の方はいつでもいいぞ。フルパワーでいくぞ。そこを動くなよ、フランキーファイヤーボール。俺に任せろ。行くぞ。無駄だ。みんな、いっぺんに行くぞ。まとめておろ。俺に任せろ。おら。あの装置があるじゃねえか。この先がどうなってるのかわからないから、氷と水どっちの状態にすればいいのか迷うわね。ねえ、ロビンは寒くないの？私？もちろん寒いわね。困ったわね。どう進めばいいの？仕方ねえ。グランデ！何をしよってんだ、アディオ。まあ見てな。こっちだ。この足場の下に別の足場がある。おい、アディオ、今のは何だ？お前の能力、生きたものは掴めねえんじゃなかったか？ははは、掴んでるわけじゃねえ。今のはソルメンテ。俺のコテコテの出来損ないの技さ。自我の弱い者の心を掌握して、そいつの見たり聞いたりした情報を共有できる。まあ心を握る技さ。もっとも
鳥や動物程度ならこの通りだが、自我の強い者には弾かれちまうかな。なんだよ、便利なのかどうかわかんねえな。だから出来損ないの技だって言ったろう。通路の奥、なんかあるぞ。あれはウォーターセブンの地下にあったのと似てるわね。見ろ、またあの装置だ。装置に続いてリフトもあるのね。よっと。任せな、俺が仕留めてやる。フルパワーで行くぞ。フランキーファイヤーボール。まとめて下ろしてやるか。俺に任せろ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。よし行くぞ。お前ら行くぞ。サードゴムゴムのギガントピストル。俺には資格はねえぜ。ほっ、テンペスタ。よし、やる。もらったぜ。よし、交代だ。大丈夫、これでみんな。オーケーパーチ。ハハハ、な俺
いや、かなり進んだが、巨像のとこにはまだ着かねえのか。ははは、焦るなよ、フランク。この石板に刻まれている内容は？どうかしたの？気象についての研究が書かれているわ。面白そうね。もう少し聞かせて。観測と実験、それもかなり高度な。ただそのどれもが実際に空の上で実験しないとわからないような内容なの。内海で見た風車もウェザリア式のものだったわ。司法の塔にあった研究資料にもワフルドは空から落ちてきたと書かれていた。つまりワフルドはかつて空にあって気象の研究をしていた空島だったと考えるのが自然ね。驚きだわ。ハレダスさんは知っているのかしら。